ちゃおっす。どうもボルタでーす。アンデさん、こちらの方でございます。こちらの方でございます。オラコインでございますね。オラコイン、オラコインのが絶賛開催中ということで、結構ね私もやっておりますけれども、はいはい、今日もやっておりました。結構ずっとやっておりました。もうね期間がねあと4日ということで、もう休みの日にね一気にやっとかないと、ちょっともう平日金曜日からで終わるのかな、来週ので終わるということで、多分追い込んでないとまずいだろうということで結構やっておりました。でこちらです。引き換え、はい、まあ見ていただきますと、まずこの上運極のにできる方は全員本日今日ですね集め終わりましたってか、集まるまでやりましたっていうか集まるまでやりました。この一番下の方だけね300円からちょっとね集めの時間がかかったけど、まあ途中で金のオラコイン、この獅子舞、こっちの方かな、こっちの獅子舞の方が金のオラコインをね落とすので、あれがトータルで6枚から落としたかな俺、まあ、あんまり出現率は良くなかったですね正直言ってあれをたまに引けてたりしたので、まあまあ言うてそれでも結構周回はしたかな、結構時間はかかりました。で4体運極終わらせております。でこっちの金のオラコイン、こっちはもう全部終わっております。これはもう早い段階で終わらせたかな。で、下の方、この辺がまだ交換できないやつがちらほら、ありますので、これも、上限なしのやつ以外は、全部交換できるだけのオラコインは集めてまいりました。集めてまいりました。あ、だから俺あのこれ交換しないといけない、 この金のオラコインつ狙ったんです。そしたら出たんで、これで、5万超えるかな、オラコインが超えることにより、この上限ありのやつが全て交換できるということで、今一気にやっちゃいたいと思います。では行きましょう。はい、これはボイスかな、まあ、この辺はあんまいらんちゃいないけど、まあ一応ね使わないとは思うけれどもボイス変えれるだけだからさ正直いらないけど、まあ一応いただいておきましょうともらえるもん。はい、でこれも交換、メラクルマン、ありがとうございます。あ、メラクルマン、あ、これビスケとか選べるは絶対やった方がいいと思って、あ、じゃあもう常にもう全部やっとこうということで今日中に、運極を3体かな、1体だけしか運極までできなかったんで、残りがまだね周回できなかったから作れてなかったんで、一気に残りの下3体を作って、かつ他のやつも必要だったんで、結構必要だったですね。 かなり回してます動画外で動画外で回して、まあいい感じのところになったんで今撮影してるという状況でございますでこれも交換、はい、あー、これまとめて交換できるのか、うん、これ3個やもんな、岡組はあるです。でコンテニミはいらんけど一応10個交換できるので全部いっちゃいます。もう全部ね足りる分、上限ありのやつはね集めてきたので、スケットミン、これも地味に使いがちなんで、はい、ありがとうございます。で、更新玉、これもいただきますよ。これは受信化するときにね、神かからでね重心流を、あ、重心玉をお得にするために使いがち。あとこれ俺一番地味にこれ一番欲しいですね、この重流玉、本当に重心化の素材がすぐなくなっちゃうんで結構スライドしちゃったりとかもするんで、数持ってないやつとか見るからさ。はい、これで全部かな、これで全部、交換終了かな。あとは上限ありのやつなんで、うん、あー、パータス X が少ないから、パータス X だけちょっと全部交換しようかな、残りは。21体。あるざます。あるざますということで。はい、これでもう、はい、100なんで、まあこれ、きれい使い切ろうか、きれい使い切ろうか。はい、ということで、すべて使い切り、上限ありのもの、すべて、交換完了という形で、かつ運極も全て作り終わりましたよという感じですね。こちらの方も終わっておりますということで、
いやー、だいぶ時間取りましたね。これは周回ね、スタミナが少ないもんね、結構回さなきゃいけなかったんで、だいぶ数は回しましたね。ほんと金のオラコインが出れば出るほどやっぱりね、あの楽になりますから。1万に帰れるからさ、オラコインに。あれがね、なかなかその出現率が悪いからさなかなか出なかったんで、かなり周回してます。で、編成がこれです。自分はこれでやっておりました。で、フレンドジフレでこいつネオリバースモードということで、こちらの方を自分で出して、フレンドさんも困らないということで回しておりました。で、なぜこいつが入っているかというと、メダルです。メダルをダイヤの状態で、ね、ストーンの状態で、ね、手に入れるためにスコア L をつけている。しかもこれ同撃 L 持ってる、結構強いんですよ、実は結構強いんですよ。これラック55というのがね、ちょっと地味に悲しい結果でございますけれども、ちょっと足りませんでしたカムライダーコラボ、俺はほとんど引いてないんですよ。星56一体みたいな、そのこいつを星5枠として、まあ AGB も持ってるしいいだろうということで、こいつをだからもう310結構使ってるんですよ。今回のこのオラコインのやつもそうだけど、コトブキとかタイガーとかもあるじゃないですか。あの辺も全部ね、こいつとかね、別のやつ入れたりとかしてたからさ、こいつ結構最近お世話になってますね、だいぶで、うまくで、コトブキですよ、だから運枠でコトブキですよ。まあ直近のね、あの作れたやつで、まあ貫通で AGB やしね、適当に弾けるかなということで、こいつを運枠で使っておりました。一回だけ行ってみましょうかね。まあ行く意味ないですけど、全部あのもうね、交換しちゃって、まあ上限なしのタスとかにね変えれますので、ではウレンさんを選んでいきます。はい、ということで、こちらの編成で回ってる。まあでもフレンドはちょいちょいウリエルに変えたりとかもしてたかな。フレンドさんで湧くこともあるので、基本的にはこの4体で行ってまいりました。結構サクサクいけるんでね、ボスとかもね結構柔らかめじゃないですか。全部ワンパンワンパンワンパンでいけたりとかもしちゃうんで、ほんとは適当に弾いてもこんな感じで友情厚とくだけみたいな、友情芸がねできるのでね。で、その道中で金のオラコインのやつがね、獅子舞オラゴンっていうのかなが出てきてくれたらラッキーかなパターンで毎回出荷するんで、はい、こんな感じです。こんな感じです。超早いです。まあね、普通のねオラゴンのやつでもね、あの余分にオラコインが手に入るから全然いいんですけど、金の方が1万だからより運用できるわけです。はい、まあこんな感じです。はい、こんな感じです。サラサクっときますね。で、ボスが真ん中着の時はもう基本ワンパースね、もう全部通す。で、ここは、ウリエル、ウリエルの方に行って、うわあ、その前にクリティカルカメリアさん、彼らが君に見とれているわ。この編成だと一応、ストーンの状態で手に入りますので、星4号を行っております。照明で残りを削った、照明で残りを削る、これたまにこれもありましたね照明で残りを削るパターンたまにあるよ。はい、ワンバン、綺麗に一掃ということで、かなり速いですね、この場合かなり速い、全部ほぼ一手突破でいける時間です。はい、なので昨日のコメントで最後、はい、シュロー、簡単、まあ、そのコン難しくないんでね、ある程度の重力持ちのねが、まあ砲撃型とか共有条件の持ち、重力対応しなくてもねがいればいけるんで、これでやっておりましたという形になります。超簡単、まあ編成ライダーちょっとお高めにはなるのかな。ネオさんをジフレで用意してるんで、この間の新春超ジューシーサイの方で引けてらっしゃらない方はフレンドさんであるには乗っちゃうので、ちょっとどうしてもあのどのヘッジで、まあ、スケットミン使えばいいんですけど、それも消費を抑えたいという方、ね、フレンドに困られたくないという方はジフレで用意できた方がね楽には周回できますということで、本日はもうね期限がやばかったので、オラコインの方を周回終わらせましたという動画になっております。編成もねご紹介させていただきました。これで、ね、全てね、交換し終わったらもう俺は周回しないかな普通にねタスとかはもう神殿周回でさ、身を集めるついでで集めれるから、別にオラコインでね増やさなくてもいいかなという感じで思っておりますということで、また次回の動画でお会いしましょう。また。